らい尽くせ。おはよう、今日も楽しんでいこう。俺はプロサッカー選手になりたい。そして YouTube を伸ばしたい。そのためには自分をもっと出していく必要があると思う。とはいえ何をさらけ出したらいいかわからない。多分恥ずかしい話をしたらいいのかなって思った。ということで今回は勇気を出して俺の恥ずかしいエピソードを紹介しようと思います。少し汚い話もあるのでそれでも OK な方のみこの動画を見続けてほしいです。楽しんでいこう。まずは公務員を辞めた直後、個人事業主を始めたばかりの極貧時代の話。町田にある家賃4万円の木造ボロアパートで一人暮らしをしながら極貧生活を送っていました。週4回のサッカーチームのトレーニング以外は誰とも遊ばず外出せず、ひたすらプログラミングの仕事やブログを書いたりしていました。時給労働ではなく完全歩合制だったため全く稼げず、家賃含め月8万円くらいの出費で生活していました。この頃は電気代がもったいなくて図書館に行くか、図書館が閉まっている時は近くのバス停のベンチに座ってひたすらパソコンを365日打っていました。夏は暑いだけだからいいのですが、冬はバス停が寒すぎて霜焼きができまくり、かゆすぎて地獄でした。いただきます。バス停って俺は言ってましたが、バスターミナルのことでした。俺は町田バスターミナルってところでひたすらパソコンを打ってました。そうやって極寒の中バスターミナルでパソコン仕事をしているうちに重度の霜焼けで指が動かなくパソコンが打てなくなってしまいました。なので本当にきつい時はバスターミナルのトイレ、大きい方に入って仕事をしていました。おはよう、今日も楽しんでいこう。バスターミナルが極寒の中、トイレの中は意外と暖かくて本当に幸せでした。台のトイレが3つあるから1つくらい使わせてくれって感じで使わせてもらってました。あの頃は本当にごめんなさい。そして俺がリモートワークに使っていたバスターミナルはホームレスのたまり場でした。そこに1年もいるとホームレス友達もできました。ホームレス友達とは毎朝おはよう、今日も頑張ろうと挨拶し合っていました。そこが今の毎朝の俺の挨拶のルーツかもしれません。町田時代、家でも節約のためクーラーや暖房は使いませんでした。夏はめちゃくちゃ暑く家の中では常に全裸、全裸でも汗が吹き出るほどでした。バスターミナルに行く時だけは服を着ます。冬は家の中はもう死ぬほど寒くて、家の中にいるのに霜焼けができるほどでした。あとトイレットペーパーを買うお金がなかったので、大きい方の用を足すときは近くのスーパーに毎回行ってトイレを借りていました。グライデン無事に演技ゼリギュン、やっぱり今ではあったかい場所に住めて、あったかい場所で仕事ができて、いつでもトイレに行ける環境にいる、そんな幸せを再認識できて今すっごい幸せです。そんなこんなしているうちにいろんな人の助けもあり、1年近く個人事業主をやっているうちにある程度稼げるようになり、少しの貯金はできるようになりました。そんな金銭的に安定したタイミングでトルコに移住します。セミプロ待遇のチームに入るため俺はトルコに行きました。トルコではサッカー中心の生活をしていて、仕事の時間は極限まで減らしたため契約をしまくる極貧生活をしていました。もう極貧生活慣れっこでしたね。トルコではトルコ人など外国人とシェアハウスをしていました。ワンルームを2段ベッド5個の
10人でシェアするみたいな生活もしていて、ルームメイトが夜まで騒ぐときは全然うるさすぎて眠れなくて、睡眠不足だったり、もうストレス溜まりまくりでした。でもちろんお風呂はなくてシャワーのみの生活で、お湯が出ないときも多くありました。冬で気温5度くらいなのに水シャワーしか使えないことも多かったです。でシャワーが壊れてて水だけでも、ガスさえ使えれば意外と大丈夫なんですね。ガスでお湯を沸騰させて水と混ぜて適温にして、そうすれば体にかけても寒くなかったです。また節約のためトイレットペーパーも買いませんでした。トルコでは日本のように公共のトイレがあったり、スーパーにトイレがあるみたいな環境ではありません。さあ行くぞ。おはよう、今日も楽しんでいこう。トルコはこんな環境だったので家で用を足すしかないのですが、トイレットペーパーを買ってないので用を足した後は手で尻を拭うような過酷な生活でした。けどやってれば慣れますね。石鹸があるならまだマシなんですけど、石鹸も使わないと尻がかぶれて痒くなっていきます。経験者からのアドバイスとして、トイレットペーパーをケチって手で尻を拭くのは全然いいんですけど、石鹸はケチらず使うことをおすすめします。尻の病気になります。けれど食の面でトルコは恵まれています。トルコのレストランでは基本パンが食べ放題です。100円もあればスープとパンが食べられます。そのパンは食べ放題、レストランに行きさえすれば飢えることはありませんでした。だんだん俺はなぜ今回こんな話をしているのか分かんなくなってきました。不幸自慢をしているかのようで悲しくなってきました。別に不幸自慢をしたいのではなく、自分をさらけ出す会にしたいのです。今回は自分が隠したかった話を勇気を出して皆さんに話しました。楽しんでくれたらめっちゃ嬉しいです。今回の話をしてて感じたのは、こういう公務員を辞めた後のことや、トルコで極貧生活を送っていた頃を思えば、今の生活はとても恵まれているっていうことです。グナイデン、ブギヌエンギゼルギュンヤポリン。こういう貧乏時代があったことを俺はすっかり忘れていました。前回の動画で語ったように、テレビに出るためテレビ局に俺を売り込む必要がありました。お笑い番組に出る上で面白いエピソードないかなと思ってるうちに、そういえば俺の特技手で尻を拭くことだったと思い出しました。テレビ局営業やってて YouTube で買ってあるネタが浮かんでよかったと思います。今の環境に感謝して俺は絶対にプロサッカー選手になる。あと YouTube を全力で伸ばす。今回の動画が伸びるかドキドキです。もしこの動画が人気であれば、こういう類の話もどんどん出していこうと思います。今日はオフなので公園で自主練をしました。美味しいご飯を食べられて、広くて綺麗な家に住めて、あったかいお風呂も入れて最高だ。今から友達とご飯を食べに行きます。どうやったら俺の YouTube 伸びると思う？って友達に聞きまくっています。うおー、トイレがめちゃくちゃ綺麗な店に来たぞー。こんな金ピカな店見たことない。面白い。はい、はい。新宿東口にある億万長者というお店でした。明日は試合なのでお風呂に入って入念なストレッチをして寝ます。おやすみなさい。いただきます。
今日はデセオっていう東京都3部のチームと練習試合です。東京都3部なんで相手は格下です。だから圧倒して勝たなくちゃいけない相手なんだけど、すごいさっきからなんか胸の奥がそわそわとか緊張とかして、なんかすごい気分が悪いけど、俺毎回試合前こうなるんです。サッカー始める前のラクロスもハンドボールも水泳も毎回こんな感じでした。サッカー始めてからも、もう試合とか練習試合前はこんな感じ。でなんでそわそわとか緊張するかって、まあ、それは俺がそれだけ本気だから、それだけ勝ちたいとかゴール取りたいとかそういう気持ちがあるから。けど俺が欲しいものってそわそわとか緊張じゃなくて勝利だったりゴールなんです。だったら緊張そわそわにエネルギー使うんじゃなくて、もう勝利とゴールしか見ない、そっちにエネルギーを使う、そういうメンタルで今日は戦ってきます。試合中これを意識するとかテクニカルな部分はひたすら練習とかでやってきてるんで、あとはもうそれを試合で出すだけ、まあ、今日はもうその気持ちの部分を意識していきます。そんな感じで今日もちょっとマンションだから声大きすぎてかも。まあ静かに心燃やして、まあ、今喋っていきます、まあ、そんな感じで今日も、ゴール取って試合勝って全力で戦ってきます。できます。試合終わって帰ってきました。結果は3対6で負けてしまいました。ポジションなんですけど、最初の30分はフォワードとして出場して、あとはチーム事情からちょっと俺は左のセンターバックとして出場していました。フォワードとして3本のシュートを放って、しかも決定機も2回くらいあったのに全部外してしまって、結果1得点も絡めず終わりました。すごい責任を感じてるし、プロになるんならもう俺一人でチームを勝たせないとっていう、この俺がいて負けるのはもう本当に情けないというか、すごい悔しいです。ただ落ち込んでてもしょうがないんで、この反省を生かして、別に落ち込むことにエネルギーを注ぐ意味は今ないんで、もう次の全力でリカバリーするとか、明日からも全力でトレーニングに励むとか切り替えてやっていきます。落ち込むのは今だけにします。うわー、悔しい悔しい。よし、十分落ち込んだ。今から切り替えて、落ち込んでる悔しいエネルギーをプラスの、リカバリートレーニングに注ぎ込んでいきます。それではまた。